セルジュ・オーリエは、コートジボワール・オーラガヒオ出身のサッカー選手。無所属、コートジボワール代表。ポジションは DF。フランスの RC ・ランスでキャリアをスタートさせ、2009年1月13日、クープ・ドゥラ・リーグの FC ・ロリアン戦で、プロデビューを果たした。2012年、トゥールーズ FC に移籍した。1月28日、SM ・カーン戦で移籍後発出場した。 2014年7月23日、パリ・サンジェルマン FC にレンタル移籍した。2015年4月29日、パリ・サンジェルマン FC に完全移籍したと発表された。2016年2月、自身の Facebook にてファンからの質問に答えている際に、ローラン・ブラン監督に対して、ブランは、ホモやローサと発言し、チームメイトのアンヘルディ・マリアに対しては、操り。 人形だと侮辱した。これがパリ・サンジェルマン FC から問題視され、2月16日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、チェルシー FC 戦のメンバーから外されることが発表された。さらに、その後に18万ユーロの罰金と無期限、試合出場停止処分を科されたことが発表された。同年5月には警察官への暴行行為で有罪判決を受けている。 2017年8月31日、トッテナムホットスパー FC と2022年までの契約を結んだ。9月23日ウエストハムユナイテッド FC とのゲームで先発デビューをしたが、2枚目のイエローカードを受けて退場となった。12月13日のブライトン戦でプレミアリーグ初ゴールを決めた。2019年1月に、不条暴行、障害の疑いで逮捕。 交流された。同年9月21日のレスターシティ FC 戦で60分に追加点を挙げたかに思われたが、わずかの差でオフサイドとなり、得点が取り消され、物議を醸した。11月に監督がジョゼモーリーニョに交代し新監督の2戦目となった CL グループ第5節オリンピアコス戦では、見事な右足のボレージュートで決勝点を挙げた。 以降新監督の下で信頼をつかみ、右 SB のレギュラーとして継続的に出場。リーグ28節、ウォルバーハンプトン戦では、先制点につながるパスを供給し、同点にされて迎えた45分には、自らの左足で、勝ち越しのゴールを決める活躍をしたが、試合には2から3で敗れた。最終的にリーグ戦では移籍以降最多となる33試合に、 出場して1ゴール5アシストを記録し、トッテナムの L 出場権獲得に貢献した。2020から21シーズンは、ウォルバーハンプトンから加入したマットドハキとポジションを争った。10月4日、リーグ4節マンチェスターユナイテッド戦にて1ゴール1、アシストの活躍で6から1の歴史的対象に貢献した。12月のレスターシティ戦では軽率にもエリア内で、 背後から突き飛ばす形のタックルを行い PK による決勝点を献上した21年5月2日リーグ34節シェフィールドユナイテッド戦ではガレスベールの3得点のうち2つをアシストした最終的にリーグでは19試合に出場して2ゴール3アシストを記録しトッテナムのイクル出場権獲得に貢献した千二十一年八月十一日 双方合意のもとにトッテナムとの契約を解除。コートジボワール代表として2013年6月8日、ガンビア代表戦で A 代表デビューを果たした。2014FIFA ワールドカップに臨むコートジボワール代表に選出され、右 SB としてグループステージ3戦全てに先発出場する。日本戦においてワニアシストを記録し、チームを勝利へ導くが、コロンビア、ギリシャには、 敗れ、チームはグループステージ敗退となった。2017年1月11日のウガンダとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。